リーブ人はフィンウゴル系一派の民族。リーブ人、リボニア人、リボニア人とも言う。紀元前1世紀頃に、現住地のウラルサンミアクより、西のロシア中央部、北部にあるサンクトペテルブルク付近のイングリアから移動してきたフィンウゴル人の一派である。その一部がバルト地方に残り、リーブ人内し、エストニア人になったと考えられ、同時期に北上した部族は、後に、 フィンランドを形作る数部族を形成したとされる。バルト地域の南部に移住した部族は、リーブ人と後年呼ばれ、その民族が居住する地域がリボニアとなった。リボニア語を話す。古代にはクルゼメとリボニア一帯に広がっていた。中世西洋のドイツ騎士団によって武力を伴った回収行為のため、リーブ人は現象の位置をたどっていった。 12世紀から13世紀、カトリック勢力進出期のリーブ人指導者にアコとアンノがいる。リボニアは、その後、バルト人が大勢を占めるようになり、リーブ人は激減した。絶滅したものと思われていたが、リボニア語を話す人々が、リーブ人の末裔と考えられている。現在リーブ人は、ラトビアのクルゼメ半島とエストニアにごく少数が、残るのみとなっている。 形質的特徴に基づく、歴史的人種分類では、金髪壁岩である、スカンジノビア人種の要望を持った高カソイドであるが、北アジアのモンゴロイド系の Y 染色体、ハプログループ N も低頻度に見られる。ありがとうございます。